は富士ドリームエアライズ345便交通機でございます。まもなくドアが閉まります。指定された座席にお座りになり、シートベルトを締めください。また化粧室の使用はお控えください。通信用の電波を発する電子機器は電源をお切りいただくか機内モードにお切り替えください。また機内ではワクチン接種後もご飲食時以外のマスク着用にご協力いただき、飛沫感染を避けるためマスクを外されての会話は極力お控えいただくなど、周りの方へのご配慮もお願いいたします。業務連絡です。ドアモードをアームドに変更してください。皆様、今日も富士ドリームエアライズをご利用くださいましてありがとうございます。この便は345便、高知行き、日本航空との共同運航便でございます。飛行時間は1時間を予定しております。目的地の天気は曇り、気温は8度でございます。この便の機長は柏崎、副操縦士高野、客室の担当は坂本と鴨です。ご用の際にはお近くの乗務員にお知らせください。シートベルト着用サイン点灯中および着席中はシートベルトを緩み、ねじれがないようお締めください。膝掛けをご使用の際は膝掛けの上からシートベルトをお締めいただきますようお願いいたします。離陸に備え、座席のリクライニングとテーブル、肘掛けを元の位置にお戻しください。機内での喫煙は化粧室も含め法律により固く禁じられております。電子タバコや加熱式タバコもお控えください。通信用の電波を発する電子機器は飛行機の計器に障害を与える恐れがありますので、着陸後乗務員がご案内するまでは電源をお切りいただくか機内モードにお切り替えください。皆様、ただいまから機内の非常用設備についてご案内いたします。客室乗務員をご覧ください。May we have your attention, please? We would like to demonstrate how to use the emergency equipment on board this aircraft. はじめに、シートベルトの使用方法について説明いたします。シートベルトは、左右の金具を差し込み、腰の低い位置でしっかりとお締めください。外す場合は、金具の片方を持ち上げてください。次に酸素マスクの使用方法を説明いたします。機内に酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。マスクをプラスチックカバーから外し強く引くと酸素が流れてきます。鼻と口に当てゴム紐を頭にかけてください。ゴム紐の端を引くと長さの調節ができます。緊急時は乗務員の指示に従い衝撃に備える姿勢を取ってください。ご自身の姿勢は安全のしおりで確認してください。この飛行機には前方後方に合計4箇所の非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。脱出時は荷物を持っての避難およびカメラ・ビデオ撮影は禁止です。またハイヒールなどの鋭利なものはスライドを破損する恐れがありますので身につけないでください。救命胴衣は座席の下にあります。袋から取り出し頭からかぶります。次にバックルを止めて紐を引いて締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときはチューブから息を吹き込みます。なお救命胴衣は脱出の際非常口で膨らませてください。安全のしおりが座席前のポケットにございますので早い機会にご覧ください。何かご質問がありましたら客室乗務員にお尋ねください。 For further information, please
please refer to the safety instruction card in your seat pocket. If you have any questions, please ask your flight attendant. 機内の安全を阻害する行為は法律で禁止されています。詳しくは機内機の皆様の安全のためにをご覧ください。Safety disruptive behavior is prohibited by law. Please refer to safety information provided in the in-flight magazine for further details. Thank you. ご案内いたします。機内に酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。その際にはご自身のマスクを外して酸素マスクを着用してください。ほぼ定刻通り県営名古屋空港出発いたしまして、現在ちょうど知多半島の上空を通過しているところでございます。この先伊勢神宮付近や三重県尾鷲市付近の上空などを経由いたしまして、目的地高知龍馬空港へと向かってまいります。現在のところ到着は定刻通り13時5分午後1時5分頃になる見込みでございます。狭い機内ではございますが、到着までどうぞごゆっくりとお過ごしください。本日のご搭乗誠にありがとうございます。電子機器を
をご使用になれますが、携帯電話をご使用の際には周りのお客様にご配慮いただき、通話はお控えくださいますようお願いいたします。最近スマートフォンやタブレット端末などの忘れ物が多くなっております。降りの際は今一度シートポケット内や座席周りを確かめの上、忘れ物をなさいませんようご注意ください。皆様、今日も富士ドリームエアラインズと日本航空の共同運航便をご利用くださいましてありがとうございました。次のご搭乗もお待ちしております。ご案内いたします。まもなく飛行機は停止しますが、シートベルト着用サインが消えるまでシートベルトは閉めたままでお待ちください。また感染症対策として飛行機を降りになる際、通路でお待ちになる際には前後のお客様